ルソン海峡ルソン海峡の一ルソン島と台湾の間の諸島ルソン海峡は南シナ海とフィリピン海を結ぶ海峡で台湾とルソン島の間を通っている。台湾とルソン島の間の 250km の幅の海域には2つの群島がある。北からバタネス州に属するバタン諸島とカガヤン州に属するバブヤン諸島である。ルソン海峡はバタン諸島と台湾の間のバシー海峡。 バタン諸島とバブヤン諸島の間のバリンタン海峡、バブヤン諸島とルソン島の間のバブヤン海峡に分かれる。ルソン海峡は1941年12月に日本軍がフィリピンに侵攻した際のルートにあたる。1941年12月8日、真珠湾攻撃と同じ頃、日本軍部隊がバタン諸島に上陸した。12月10日には、 バブヤン諸島の上銀島を占領し、航空機基地を置こうとしたが、実現はしなかった。同じ12月10日、別の部隊がルソン島アパリに上陸を果たしている。ルソン海峡は、非戦団や未戦団等の石油輸送船団、フィリピンへの増援輸送船団など、フィリピンほか、東南アジアと日本を結ぶ重要輸送船団が多く航行していたことから、アメリカ海軍によって、 コンボイカレッジとあだ名され、潜水艦部隊の格好の作戦場とみなされた。そのため、戦争末期には、アメリカ海軍の潜水艦が多数配備され、多数の日本輸送船がここで撃沈された。モリソン、384から385ページ。ありがとうございます。